どうも皆さんこんにちは。今回は完全無欠のトランジェントシェーパーウェーブススマックアタックを紹介します。スマックアタックはあらゆるトラックのサウンドを際立たせ次のレベルへと引き上げる強力なプラグイン。音を太くしたい、タイトにしたい場合、コンプレッサーではなく今回紹介するトランジェントシェーパースマックアタックを使った方が誰でも簡単にいい結果を得ることができるはずです。スマックアタックの核となるのはアタックとサスティンの調整。アタックノブでは音の瞬間的なアタック部分であるトランジェントを調整します。例えばドラムのキックにアタッキーなパンチ感を加えたい場合、センシティビティでトランジェントシェープさせる影響範囲を決めた上で、アタックノブを右に回すだけで瞬時にパンチ感を加えることができます。またサスティンノブでは音の持続部分であるサスティンを調整します。例えばよりタイトなスネアにしたい場合、センシティビティでトランジェントシェープさせる影響範囲を決めた上で、サスティンノブを左に回すだけでタイトなドラムに仕上げることができます。またスマックアタックは視認性が非常に高く、サウンドがどのように変化しているのか目で見て確認することができます。オーディオトラックだけでなくミディトラックでも波形表示してくれるのがポイント。耳だけでなく目で捉えながらアタックやサスティンの調整が可能です。さてここからは実際に私がスマックアタックを活用している場面をいくつか紹介したいと思います。スマックアタックはトランジェントシェーパーという特性上、リズムが際立つパーカッシブなトラックとの相性が抜群です。例えば、スネアのスナッピーの響きを強調したい場合、サスティンノブを右に回して、余韻を強調してみてください。先ほども解説しましたが、タイトなスネアにしたければサスティンノブを左に回すだけです。一般的にサウンドの余韻を操作する場合、コンプレッサーを使うと思います。ですが、コンプレッサーで余韻を操作するのは実に難しい。それをスマックアタックを使えば、誰でも簡単に余韻の調整が可能です。トラックの奥行き感をスマックアタックで調整することも可能です。このデモはドラム、ベース、エレピのシンプルな楽曲。ドラムの質感は気に入っているけど、もう少し奥に引っ込めたい。そんな時にスマックアタックが活躍します。
ドラムが一歩奥に程よく引っ込んでいますよね。波形表示部分を見ながら、ドラムのピークを狙うようにセンシティビティを調整。アタックノブを左に回して、ややのっぺりとしたドラムに仕上げています。このように、トラックに奥行き感を出したい時もスマックアタックを使ってみましょう。同じような使い方になりますが、質感は気に入ってるけど、楽曲の中で浮いてしまうループ素材を落ち着かせるために、スマックアタックを使うこともあります。パーカッションが若干アタッキーなため、他のトラックとの兼ね合いで浮いて聞こえています。これもピークを狙うようにセンシティビティを調整した上で、アタックノブを左に回し、アタッキーな部分を鈍らせることで、うまくなじませることができます。パーカッションが楽曲に馴染んでいると思います。逆に、質感は気に入ってるけど、やや平坦に感じて奥に引っ込んで聞こえてしまうループ素材があったら、スマックアタックでアタックを強調してみましょう。今回も波形表示部分を見ながら、ピークを狙うようにセンシティビティを調整。アタックノブを右に回してアタック感を加え、やや平坦に感じて奥に引っ込んで聞こえてしまうループに抑揚をつけることができます。トラックのアタック感を強調したい場合も、真っ先に手が伸びるのがコンプだと思います。ただ、コンプでアタック感を強調しようとしても、なかなか意図した効果を得ることができない方が多いはず。このように、スマックアタックを使えば、誰でも簡単にアタック感を加えることで、やや平坦に感じて奥に引っ込んで聞こえてしまうループに抑揚をつけることができます。これまで紹介してきたスマックアタックの活用例は、あくまで実際に私が行っているもの。他にも様々な場面で活用できるはずです。ぜひ、皆さんもスマックアタックで自身の楽曲を次のレベルへと引き上げてください。今回は完全無欠のトランジェントシェーパー、ウェーブス、スマックアタックを紹介しました。スマックアタックはあらゆるトラックのサウンドを際立たせ、次のレベルへと引き上げる強力なプラグイン、音を太くするとか、タイトにするといった場合、コンプレッサーではなく、今回紹介するトランジェントシェーパー、スマックアタックを使った方が誰でも簡単にいい結果を得ることができます。皆さんもぜひ使ってみてくださいね。ではまた。